んにちは、コーチングアーツです。はい、こんにちは、コーチングアーツです。これは運動学ではございませんから、能力開発学、はい、の中で本能力ね、何度もこう連なって動画作っておりますので、継続して、覗いていただいている方は、よー続くなこのテーマでというふうに思われてるかもしれませんけど、今日もってね、一応起承転結で流れてきてますから、はい、起承転結、今日は長々と回数を重ねてきたところの本能力、これを結として一つ、まあ、結論というか結局提案で終わりそうでございます。いろんなね、社会にこうある散在するこれにまつわる、テーマをたくさん挙げてきてますが、結局それをね、総論的に見て取りまとめていくと、我々のコーチングアーツが言いたいことに、どうしてもこう引っ張られてくるもんですから、結論としてもそっちの話が収束していくことになりそうでございます。この本能力、今日は結としてまとめていきたいと思います。題して、本能力回帰というところ、回帰への進めですよね。本能力、人の本能力ね、それは日本人としてそれが何なのかということを多角的に見てきたわけでございますが、提案最後ね、結としての提案は、思考、いわゆる考えていくにあたって、人の変化、進歩、発展、特に一番自己のところですよね、人として、日本人としてみたいなことを考えようとする場合の思考ですよね。それを支える背骨としての生物ヒエラルキーみたいな階層構造、階層思想ですよね、を一つのっけに、お話ししたいなと思います。何に当たってもね、どんなことにまつわっても、これをいつも私は、出すわけですけど、改めてこの本能力というところでも確認で、話をさせてもらいます。この図の通り、四段その進化論ですよ。もちろんベースは進化論、いろんなね、その脊椎動物、ね、の発生、魚類、両生類、そして哺乳類等々の進化のプロセス、またその前段としての植物の発生みたいな、その地球上での生成改革のプロセス、ね、この一つの流れの先端にある我々の存在だ。だからこそ我々の無意識、潜在意識の中には、そういった意識だけでもないですね、機能性の部分でも、そういった多段階、多層的な構造が存在する、ね、そういう目で我々の今の存在を捉えようというお話ですよ。植物性あり、動物性あり、または人間性あり、この人間性って部分で言うと、ここに小さく書いてますけど、機能、この二足性ということにまつわっての人間というふうにして見てます。だからより機能的ですよね。でその上に徳と書きましたが、能力開発学という学ということですから、どの層にもありますよね。一番やっぱり上に来るのは人間らしさであり、より高い、その低いとすれば高い人間のその自己実現というか、能力開発というか、いうことになってきますよね。動物は自己実現はないですから、こういうと分かりやすいと思います。ですから一般的な言葉で言うと、目標達成するとか、テーマに向けて前進するとか、課題をクリアするとか、夢を果たすとかいうことは、ここに一番、一応最も頂点に存在する人間的栄誉、行為ですよね。ですね、この三角形の頂上に位置させたいわけでございます。それをこれブログとも、ね、書かせてもらってますけど、ブログのテーマなんかと絡めて言うと、こういう言葉がはまる。これほぼ同義なんですよ。これ一般的にはこういう言葉だし、ちょっと哲学的、論理的、科学的みたいな話をすると、観測、幻想、投機、これほぼ同じです。これ思うかもしれないですけど、これ同じことです。これが一番上に来ること
一見能力開発というとここばかりにテーマ当たるじゃないですか、うん、もちろんそれは分かるんですけど、そうではなくてやっぱり 下支えしている世界が非常にこう見えないですけど、無意識ですけどあまりにも甚大で影響力が大きいんだということをサジェッションしたいがための今回のことなんですよ。だから本能力って今今回挙げてきたわけですけど、それを直感的に理解してもらう進化的なその3層4層構造がこの生物ヒエラルキーとしての意図でございます。これを東洋でいうところのここのこっから下ですよ、人間から下、これジグザグ線で今重ねましたけど、ここから上を我、今ね我を思うゆえに我ありという世界じゃないですか。これは実の世界ですよね。でもそれを見えないですけど遺伝的な層の中で粛々と支え続けている実に対する虚の部分、意識に対して無意識ですね、はい、ここを十分に深々と生物的に捉えていくこと、はい、こういう話なんです。この意味であり効果性、これを皆さんにお話ししたいわけです。ここに書いてる通り虚と実と言いますが、虚に向けて下に大のこう書いてますね、下に大、虚に向けて下に大なり、これは何をもって大なりかというと影響力でございます。影響力でございますね。意識的に頑張るというけど、いや無意識に支えられてますぜ、ここからきっちり立ち上げてこの認識からいった方がより自身の発展には効果的ではありませんかということでですね、何でもそうね、何でもそうです、人間ですから、人間であれば何でもそうなんですよ。ここのバランス重要ですね。そしてこれは学術的なお話ですが、根も葉もないそんなお前の意見と感じられてちょっと悲しいものがありますから、こういったことを紡ぎ出すにあたっての背景であり考え思考の核ですよね。我々の無意識です、はい、僕思考の核って言いますけど足、うん、これは何度も言ってます、ね、近代哲学近代思想の三重鎮であるところのダーウィン、フロイト、マルクス、はい、この辺のことの哲学性思想性、うん、をサーチ精一杯な認識を持つ中での解釈の上に成り立ってますし、またさらに深層でいくと生命哲理なんて言ったらブルっちゃいますけどね、いわゆる東洋思想、総称で言ってますけど東洋思想、はい、この辺の融合の中で、まあ、こういう生物ヒエラルキー的な見方が、より効果的ではないかなという、もっと言うとこちらばかりの世界でここを忘れてませんかというような言い方にもなってくると思います、ね、あくまで本能力ですから、私が言いたいのは、ね、本能力ですから。じゃあそんな見方に神主体要素でいうと3つ、一つが自在性、ね、この2021年コロナ禍、ねね、福島原発処理できない、ね、原子力に、悩まされる2度目の体験、加速化する AI、ね、いろんな自在性まさにあります、ね、そういったものを十分に加味する必要がありますし、じゃあそれを生きる我々極東島国の日本人という民族性も見なきゃいけないし、かつ、まあ、今言いましたけど大事なのはやっぱり地理的な問題ですよね、うん、まあ、民族性とこれ絡みますけど、時代性、民族性、あとは知性の問題、ね、知の祭り事と書きますけど、そんなことも交えて決して安易な対症療法ではない根本的なアプローチ、ね、そういったことに我々の決としてはね、提案の方向付け、結論付けをしていきたいなと、していこうと思うばかりです、ね、これだけお話するとちょっと分かりにくいかと思いますが、
そんなこと私の提案かつ前段まで起承転まででお話ししてきたようなことを結論として2つにまとめました。はい、こうすると分かりやすいですね。1つはね、和魂要塞と言います。和魂要塞の最高、もちろん海外、海外はすごいね、ヨーロッパすごい、アメリカ文化ね、エビデンス大いに結構ですが、改めてまあこんなことも踏まえながら却下証拠、ね、明治時代に言われた和魂要塞、いわゆる大和魂に持ちながらお洋服着るみたいなね、ざん切り頭叩いてみればみたいなことですよね。それをもう一回見直すことなんじゃないかなと思います。それをもって日本人的本能力、日本人の力、日本人としての本能力っていうのはその辺からもう一度ね、現代なりに、やれるんだろうなと思うんですね、うん、それに関わって本能という言葉を使わせてもらうと、本能には2種類、先天と後天がありますと。まあ無理無理概念分けすれば、先天性っていうのは少なくともこちらですね、その4層ヒエラルキーでいうところのこの人間から下の部分が先天本能、うん、象徴は言ってますが食と性ですよね。はい、食と性というもう厳然たる生きるための生存法則じゃないですか。でその上に生きてますよね。これ否定できないですよ。食と性だけで生きているのを植物と言います。で植物に生かされてませんか。肉食動物って、草食動物を食べるでしょ。だから草がねえと動物いねえんですよ。じゃあ草の根源って何かっていう、太陽エネルギーを食物化するんですね、これ言ったら。で彼がやってるのは食と、ね、繁殖と、ね、エネルギー化だけじゃないですか、うん、やっぱりそんな生存の法則っていうのを我々当然種として、科として、属として持ってますよね。哺乳類として食と性っていうのがあってこその上がありますよね、うん、だからこれ抜きにしたらないよね、これ否定して日本人間ないでしょっていうことも含めての本能です、先天本能。でもそれだけじゃない、後天本能っていうのはやっぱり人間でこそ、うん、これは何、目的持って国旗的に何かを努力してね、人との交渉を適切に進めながら何か実現するということ、これはもう昔で言えばいわゆる定住してこう組織を作ってっていう風になってくるでしょ、狩猟生活からその まさに原始の世界。そうなった時はもうすでにこれ後天本能ですよね。僕はこの象徴狩猟だと思うんですよ、ハンティング、ね、うん、動物的でもあり人間もやりますよね、ハンティング。これどっちも使うんですけど、限りなく後天本能ですこれ、うん、それは先天本能を満たすための一つの動物行為としてのハンティングでしょ、戦争もそうじゃないですか、全部同じですよね、うん、ですからその辺もじゃあ今は戦争時代ではありませんけどね、一つの目的に向けて、ね、国旗的に、ね、チャレンジ精神豊かに、ね、いや活動しようで成果を出そうなんていうのは限りなく後天本能でございます。業種目的その内容問わずですね、この辺を叩き直そうっていうのが戸塚さんのところだし、戸塚ヨットスクールだし、ね、それをもうちょっと丁寧にやろうとするのは、もちろん対象の度合いもありますけど、宮口さんの国土連というのは世界連というのはちょっとここに手を差し伸べるような方法になるわけです。一番言いたいこと、じゃあこの後天本能を支える人間的、後天本能を支えるより人間的、この上積みをね下支えするのは身体性と言語ですねということ、ここにコグニション、人間的コグニション、認知性というのが存在するわけですね。何度も言うんですから、本能といっても身体と言語、これを従前に媒介としなければ達成しないんだよということ、いうお話でございます、ね、いろいろ言いますけど言いたいのはこの2つなんですね。この前段ですかでも言いましたけど、じゃあ身体言語と言った時に非常に重要なんですよと言った時に、身体性限りなくやっぱり、ね、プロスポーツと言いながらもう体育不在の教育みたいな、この二極性随分変な話ですねいう
現代も見られるし、言語と言いながら学ばなくなった日本人っていうことは限りなく認知性が落ちてるということも言えなくはない。で AI で進んだ、それとはちょっと次元の違うことですね、いう現代的な問題性もあるわけですよ、そんなことをはらみながら最終的に本能力という下座せするエネルギーはこの辺を見返すことによって従前に見えないですけど、この三角形の下はね、どちらかというとこの広げてくれるという世界です。底辺ですね。で底辺が上がると頂点は下がりますか、上がりますか、上がるに決まっておりますよね。この図的理解は分かりやすいかもしれないです。底辺上げると頂点上がりますよねというサジェッションでございます。ですからここばかりの理論と話題がブームが巻き起こる中で、ここを忘れてやしませんかというお話です。最後の一言言いましょうか。これのことを自律神経っていうんです。無意識ですよね、私もそうですけど、ね、一日皆さん見てる皆さんもね、瞬き意識してますかでしょ、無自覚に永遠にやり続けるじゃないですか。何でしょうかね、植物性的ですよね、この辺です。まどろっこしくなりましたが、潜在の底、ね、これを見返す一つのキーワードとしてコーチングアーツをすると本能力というものを一つ大事にしていきたい、また見ていきたいと思っています。本能力シリーズ長々とお付き合いいただきましたが、一応ケツでこの話はまとめます。これに続くさらにこの大きい表題としては能力開発学ですね。我々が掲げている能力開発学のテーマは、一度グリッドで先行してますけど、アメリカ思想ありますよね、この辺をアメリカの歴史からググッと見て、ね、実はちょっとちょこ出しますけど、キリスト教の絡み無視してこれはできないです、わかんないです、アメリカの立国、ね、独立戦争からの南北戦争、そしてそこから来るキリスト教的にまたプロテスタントの思考、その辺から紡ぎ出てくるデールカーネギーみたいな、こうすると分かりますでしょ、この辺から話を解き起こしながら、そしてそれに、ね、輸入、ね、翻訳輸入してよくしている我々のそのいわゆる成功哲学みたいな世界を少し裸にしてやろうという知的作戦がありますから、楽しみの方は楽しみにしていただければと思います。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。今日も我々の YouTube ご視聴いただきありがとうございます。またお会いしましょう。